大山松達。世界123カ国に1000を超える公認道場を持ち、門弟1200万人という極真空手の総帥、その生みの親、育ての親である。彼は、空手は神秘の技ではない、人間の体に直接当てることなしにその効力、威力は実証できないと考え、型と仮想攻撃の組手による寸止め空手を批判してきた。空手は武術、そして極真は精神である。儒教から出た武道の精神は社会に対する奉仕を基本とする。己を滅して己を生かす、これが彼の哲学であり、極真空手の理念だ。ここ数年間、武道教育を熱心に説く大山は、極真空手を収めた者に校内暴力、家庭内暴力を起こした青少年はいないと断言する。Yeah!